皆さんこんにちは。本日6月3日です。今回の動画はダイエット企画第13弾の飲むだけダイエットでどんなものを飲んでいるか発表になります。今日は晴れましたね。明日雨だってね。大学金曜日だけ、大学ん地方は予報では金曜日だけ雨で、それからしばらくお天気だったり曇りが続いて、来週から雨続くみたいだね。いよいよ梅雨入りかな。大学ね、お偉いね、自分で拾うんだ。偉い偉い。今日は大学ん夕方から病院行くよ。病院大学チックンするよ。お注射。5月に混合ワクチン、8種の混合ワクチンやって、今日は6月に入ったので狂犬病の注射行ってきます。1年前にね初めてやって、1年後、6月ね、今年の6月が1年後なので狂犬病の注射。今月がさ、大河くん1年後っていうことはさ、去年の今頃までお散歩は行けてなかったんだね。お外にはドッグランとか旅行にもお外歩けてなかったんだね。まだね、狂犬病の注射しないとお外歩けないから。あれ、でも混合ワクチンやって歩いてたんだっけ。狂犬病の注射はまあ赤ちゃんだからかかることないから、他のワンちゃんとあんまりこうワンプロじゃれたりとかそういうことがない限りはお散歩させるぐらいは大丈夫ですって言われて歩いてたんだっけ。そうだよね。そんなここまで家に閉じこもってないよねきっとね。まあでもドッグランとかは行ってなかったんだよね。そうそうそう、そうだったそうだった。先月混合ワクチン打ってきたんですけど、ちょこっとそのお話させてもらいますね。去年は6種混合だったんですが、今回は8種混合にしました。今年も6と8どっちにしますかって言われて、8の場合は森とか山とかに行かれる場合、ネズミのおしっこうんち死骸から出るものが細菌病気、それに対応してるのが8ですって。森とか山とかに行く予定なければ6で十分ですって言われました。去年も同じこと言われて、先生には多ければ多い方がいいっていう問題でもありませんって。やっぱりその6種8種数字が大きくなればなるほど、アレルギーとか体がね免疫反応する可能性も高くなっちゃうので、多ければ多いほどいいってもんじゃありません、必要があれば打ってくださいって言われました。なるほどと思って。でも今年は結構山、秘密基地ね、いつも言ってる秘密基地とか、あれも小高い山で草いっぱい生えてるし、下手したらネズミとかいそうだもんね。でキャンプとか行く可能性もあるし、山旅行行ったりね。だから先生に一応行きますと言いました。そしたらじゃあ8にしましょうって。去年ねそのリスクの話は聞いてたので、そんなにリスクのことは今年は言われなかったんですけど、じゃあ8にしましょうって即決で、で今年は8種打ってもらいました。てかくんヒュンって泣いたね。ヒュンって泣いてちょっと怒ってたね。うーってね、もう病院嫌いになっちゃったかな。大学、大学、今日は狂犬病の注射だよ。チックンするんだよ。また泣くんだねきっとね。でもすぐ終わるから、一瞬で終わるよ。痛い痛いもんね。そしたらしばらくお風呂入れないから、今日はお風呂入れないから、まあ、週末だったらジャブジャブできるかな。大学、大学、大学で、先月
ダイエット企画の時にちょっとお話ししたかもしれないんですけど、病院行ったらこれとあれとあれ聞いてみようって言ってたうちのいくつかご報告しますね。あの白内障になる原因、大河くん日向ぼっこが好きなんですけど、こんなに太陽を見てて大丈夫なのかなと。ミニピンちゃん、みんな白内障の子が多いけど大河くんもなっちゃうんじゃないか、それをね先生に聞いてきました。もうその質問、これってどうなのかなって動画で話している動画は例の著作権侵害に当たってる動画なので、BGM で音声消えちゃってるんですけど、今回改めてねまたそのことをお話ししたいと思います。先生にそのこと聞きました。そしたらやっぱり白内障の原因は紫外線なので、できれば長時間直視させない方がいいですって。だけどその日差しが強いからってお散歩やめようとか、日差しがない時間帯にお散歩させようとか、そこまでは考えなくてもいいって。まあ、これからの季節ね、もうアスファルトがあっちっちになっちゃうので、あんまり日が差してる時間はいけないとは思うんですけど、冬とかね、秋とか冬とか春とか、そんなにねお散歩まで気をつけ使わなくてもいいって。だけど大河くんよくこの大河くんのベッドで太陽の方を向いてぼーっとしてたりとか、あとベランダで、日の当たるところでさんさんとしたベランダで、今はもう暑くて、ね、寝てらんないと思うんですけど、春とかね、太陽の下日光浴日向ぼっこしてるので、それやめさせた方が良さそう。ベッドだったら大河くんこっち向いてたら、ママが気づいたらこっち側向かせてお尻だけ当ててあげるとか、うん、こういう感じ、これが良さそう。やっぱりね紫外線が原因なんだね白内障は。まあ調べれば分かることだったんでしょうけど、そうだよね。ミニピンちゃんは、大学の犬種ミニチュアピンシャーは寒がりなので、とにかくミニピンもいたぐれちゃんもそうだろうけど、とにかく寒がりなので、日光浴日向ぼっこが多分人一倍、他の犬種一倍大好きなんです。だからミニピンちゃんのシニアになってくると、ほとんどの子が白内障になっちゃってるの。目が白くなっちゃったり、なんでこんなにミニピンばっかり白内障になっちゃうんだろうって不思議でした。だけどようやくわかった、日向ぼっこが好きな犬種だからだ。若い頃とかにずっと日向を見てたツケがたまるというか、もうしょうがないですよね、寒がりなんだから。あったかいところにいてずっとね、カーテン閉めて家の中暗いところに閉じ込めさせとくわけいかないもんね。それでねなっちゃってるみたい。だってよくよく考えたら、暑がりの大型犬、例えばハスキーちゃんとか、白内障の子見たことないですもんね。私が見たことないだけなのかな。大型犬の子、ラブちゃんとかゴールデンとか、他の子たちもどうだろう。あんまり白内障の子って小型犬が多い気がするんだよな。私が知らないだけだったら申し訳ございませんなんだけど、とにかくねミニピンちゃんは多いの。10歳超えたら大体みんなね白くなってっちゃってる。だから大河くんも気をつけよう。日向ぼっこ大好きだけど、ママも気をつけるからね、あんまり見ないようにしよう。今みたいにお尻にこうやって日差しが当たってる分にはいいからね。お顔は日陰に入ろう。大河くん今日もひづめ噛んでますね。今日もひづめ噛んでます、大河くん。それとあとね、そんなもんかな。もうねどんな話を病院で聞いてこようっていうのが確認できないんですよね。動画がね BGM で音消されちゃってるからね。大河くん、そんなもんかな。また思い出したらこちらでご報告しますね。でまたまた関係ないお話、長く失礼しました。今回何を飲んでいるかの発表になります。用意してあります。
それはこちらです。じゃーん。今回はね、完全にね、ダイエットじゃない、サプリにしちゃった。サプリあるから飲まないとと思って。この2つ、1つ目はゴールドスピルリナ、いつでもどこでも手軽に 100% 天然ピュア原料使用100、携帯に便利な文法タイプ 1.5g×30袋、30袋入ってます。だからちょうど1ヶ月分。スピルリナね、初めて聞いたんですけど、スピルリナとはラテン語で螺旋ねじれるという意味を持つ藻類、海藻ってことかな、藍藻類の一種で、緑黄色野菜の各種栄養素や良質のタンパク質を含む栄養補助食品です。スピルリナを手軽に利用できるようにしたサプリメントはポケットに入れて携帯することができるので、歩く緑黄色野菜と呼ばれることもあります。マルチ栄養素材として野菜不足を感じている方やダイエット時の栄養補給におすすめします。美味しいお召し上がり方、牛乳や豆乳に混ぜて、ヨーグルトに混ぜて、栄養補助食品ですね。私はね、野菜ジュースに入れて、今んとこここ3日間飲んでます。オリゴ糖なんだね、ブドウ糖、オリゴ糖。特にね、体の変化は今のところなしかな。ただオリゴ糖って言ってるぐらいだから、もしかしたらまたお通じしばらくしたら来るかな。で、前回のちょっとまた話変わっちゃって戻っちゃうんですけど、前回の内視サポート、あれ内視サポート飲んでお通じがとにかくすごくなったっていうお話したんですけど、あのあと内視サポート飲んでもう1ヶ月経つんですが、飲み終わってなぜかずっと続いてます、あのお通じ。まあ、1日5回ってことはないですけど、3、4回は出てますね。何なんだろう、内視サポートのおかげでお通じが来てたわけじゃないのかな。ちょっと心配になってくるぐらい出てますね。それで体重も減ったのかな、今回もしかして。ちょっとわからないです。話戻しますね。もう一つはこちら、マルチビタミン、ビタミン C の なんか舐めてる人がいるな。マルチビタミンでね、ビタミンのサプリですね。アンファーなので、ニーニーのスカルプ D 注文してポイント貯まったからポイントで買ったとかだったかな、あったので、こちらね、あ、賞味期限切れてるね、3月。うっかりしてたけど、まあ大丈夫でしょう、3ヶ月ぐらい。うっかり気づかなかった。こんな感じ。ちょっと中身を お見せしますね。これは片手でいけるかな。いけた。こんな感じになってるの。手が出てきた。こんな感じ。意外と大きな袋ですよね。ちょっと開けてみます。開けてみました。床だとね、もたいがくんぴょんぴょん来ちゃうので、封開けたら匂いで。まずこちらね、マルチビタミン、こんな感じのビタミン C っていう感じかな。色鮮やかですね。このサプリを1日2粒ですね、こちら。で、こちらなんですけど、こんな感じ、見えるかな？緑色なの。匂いはね、ちょっと出るかな？なかなか出てこない。こんな感じ。緑色なんです。匂いは、やっぱりね、海藻っていう感じ。昆布でも、わかめでもない。なんだろう、海苔かな、何かっていうと。香りは海苔の香り。味は野菜ジュース、さっき言ったように野菜ジュース濃い
あのジュース味のものに混ぜちゃってるので味はわからないです。このまま舐めてみると、なんかね海苔の味、さっき食べてみたけど、もう一回、あ、甘い、今舐めてみたけど甘い、甘い青汁っていう感じかな、どっちかっていうと海藻というよりも。匂いはね海藻なんですよ。甘いね、甘い青汁っていう感じ。それを、これを今月1ヶ月間飲んでみようと思います。忘れないように飲まなきゃね。大河くん、大河くん病院行くんだよ。病院行くまでちょっとお昼寝しといたら。大河くん、今回のはただのサプリなのであんまり体重の減少は見込めないかな。まあでも筋トレ変わらずやろうと思ってますので、ちょっと減ったらいいな。もともとね割といい体重がスタートなので、これ以上痩せるのは難しいかなとも思うんですが、一応やってきます。また中間発表15日前後にしたいと思いますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。